はいどうもトラックボーイズでございます。あ、本田君。本田です。お願いします。今日は前回はトラック乗る前の不安、この車体の大きさについてやりました、はい、今回はトラック乗ってから不安なこと何だと思いますか。事故、まあ、事故も含まれますけど、事故の一個手前ですね。事故る前の内輪差について、はい、このでかい車体内輪差怖いよね。怖いです。普通車なんてあんま内輪差考えないけど、これは考えなきゃ無理だもん。そもそもじゃあ内輪差って何ですか。こう内側の輪の差ですね。内側の輪の差。そうです。曲がるときに前のタイヤが通ったルートを後ろのタイヤがちょっとショートカットしてくるんやね。でその前と後ろのタイヤの差があるわけよ。後ろの方がちょっと内側走ってくると、その差のことを内輪差というので、まあ、正解です。はい、はい、正解です。じゃあ早速本題に入っていくんですけど、内輪差気をつけるときに何を注意したらいいですか。内輪差でぶつからないためにどこ注意してますか。ちょっと待って。はい、いいです。あのまああれもね、感覚やもんね、ドライバーは。そう、慣れだから、いざ説明しろって言うと難しいんだよね。だから僕ちょっと考えたんですけど、まずここの隙間、このトラックがじゃあ こっち左へ曲がるとして、この隙間が広ければ結構余裕持って曲がれるんですよ。これが狭くてもっとくっついてると難しいでしょ。だからまずこの隙間が広いことが大事で、そうすればあの内輪差で当たらない。でもこの隙間が取れない時あるじゃないですか。そういう時はどうするかっていうと、車体を前に出す。前に出せば当たんないと、うん、例えばこの隙間が広いとこのぐらい余裕があるわけですよ。今ここに出てます。このぐらい余裕があります。だからこの分余裕持って曲がれると、うん、見えますかここに。見えるでしょ、うん、でじゃあ一方前に出たらどうなるかっていうと、このぐらい余裕を持って曲がれるわけですよ。見えます。見えますね。だけど、まあ、もう答え言っちゃいますよ。ここも狭くて前も狭いと、そういう時どうすればいいかっていうと、もう結局ここをスペース多めに取って前もギリギリまで出ると、でそれで曲がると、もうこれが答えですよ。そうでしょ。ただそれやる上で、そうは言うけど難しいんだよと。どうやったらギリギリまで出れるのかと、どうやったらここスペース上げれるのかっていうコツをちょっと今日は実際に本田君にやっていただきたいと思います、はい、いいですか。はい、はい、では乗ってみましょう。あ、はい、そこにカラーコーン立てました。なんでそれを巻き込まないように今からちょっと運転してください。あ、そういうことですね。はい、よし、乗ってますよ。ここにありますと、はい、見えない。見るときはこれでしょ。この鏡に見えるんですよ。そうですね。ちょっとこれ角度的に映らんけど、ちらっとこれですね。でトラックで四角が結構あるやん、はい、これで結構見えるけど、これも結構この小窓も大事っていうよね、うんうんうん、ここでちゃんと下が見えるかどうか。だからここになんか物をいっぱい入れるのは良くないと、はい、ここはちゃんと見えるようにしておきましょう、はい、ってことですね。では前に出てください。前に出ますけど、はい、曲がっていいですね。いいですよ。どの辺まで前に行くのか。もうこの辺まで。ストップ止まってもらっていい。どの辺まで行ったのかちょっと確認しますよ。なるほど、ちょっともうタイヤ切り返してるけど、後ろのタイヤがもうすぐ当たるなぐらい、こんなもんですね。このぐらいで曲がるんですね。曲がります。で前が当たんないかどうかはどうやって確認するんですか。もっとギリギリの時あるやん。ああ、まあもうこれでしょ。これ見とけば前が当たるか当たんないかも分かると。ギューッと曲がっちゃいます。ミラーを確認しながら。ミラーを確認しながら曲がります。喋り方独特ですね。あ、これでもう完璧。全然余裕に行きましたね。なるほど。バックも同じ要領。はい、そうですね、うん、まあ、バックはちょっと今回はまだ置いといて、もうミラーを確認しながら、うん、何のキャラ。どうですかね。うん、こんなもんですね。で結構前まで出て、後ろのタイヤがこのポールに結構近づいてからハンドル切る感じでしたね。そうですね。なるほどって言った今。まあ感覚でやっとるやもんね。感覚でやっちゃってるんでね。乗ってると大体分かってくるもの。
うんうん、なんとなくなんとなく、はい、なるほど、そういうことだそうです。ちょっとさ、あのギリギリまで前行くとここにどんな風に映るかっていうのをさ見てみたら、あ、わかりました、まっすぐ行きます、うん、じゃあ、はい、これを見とくと前ギリギリまで行けるよっていう、曲がれるギリギリぐらいまで、あ、ストップ、これでほらわかるかな、これもうちょっといけたかな、もうちょっといけた、でもこのぐらいまでいけるんだもんね、そうですね、でなんかちょっと後ろが結構ね、だいぶ余裕が、余裕あるもんね、後ろが、ここがで、普通車ってさ、まあ、僕のこのプリウスとかはさ、座ってるお尻の下にタイヤないじゃん、はいはい、あ、ちょっとその辺にタイヤあるやん、はい、でもトラックってこのお尻の下にあるもんね、タイヤが、そうですね、だからあのハンドル切ると自分の尻のところから曲がっていくって感じで、結構これギリギリなんだけど、これでも全然曲がれるよね、そうですね、ちょっとこのまま曲がってみて、これ当たらないです、ギリギリだけど、おお、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、っていう感じですね、だいぶ近いな、はい、ではありがとうございます、運転ありがとうございます、今ので内輪さんの感じがちょっと伝わったかな、はい、で、まあこのように未経験者に向けてこれからこういう真面目なやつをもうちょっとやっていくんですけど、他になんかこう最初の頃、初心者の頃ここ怖かったなってとこあります、やっぱバックですかね、バック、うん、今ちょっとバックはカットしたけど、バックも難しいよ ね、 そうですね、まあ、以前バックの動画出したんですけど、またもう一回分かりやすく作り直そうと思いますけど、本当はこういうのじゃない方がいいんでしょ、動画、そう、僕はもうちょっと、うん、ちょっとふざけてほしいな、ふざけて、はい、じゃあまたありがとうございます